皆さんこんばんは。2017年8月の16日0時23分です。楽しんでいってください。よろしくお願いします。なんかこの前旅配信の時にミュウツーっていう男性配信者からトツがかかってきたんですけど、電波の関係でお断りしたんですよ。で今ミュウツーがですね、詐欺師についてどう思うっていうあの僕を名指しした、わけがあったんで今電話かけたんですけど、向こうが枠をやってて僕は配信外で、でまあトツかけようかなとか思ったんですけど、なんかあのパソコン配信がどうのこうのって言ってたんでこっち側で枠開きました。でラッキーさんお疲れ様です。楽しんでいってください。ちょっとね流れが変わるけどちょっとトイレ行ってくんね。あ、リスワンゲット。あ、どうもどうも。はい、ただいまでーす。よいしょ。お疲れっす。リスワン大作戦だった？うん。あ、ありがとうございます。いや、リスワンじゃないよ。全然考えてなかった。後半の30分ぐらいで気づいて、あ、取れるかなと思ったけど。でも、僅差だったよ。何人差？ 30 人とかじゃなかったっけ？ギリギリだから今日は取れると思ってなかったよ。たまたま運がうなちゃんが枠切ってた。確実にうなちゃんだったからね。うん。あ、でも3万と焦ってた時に勝ったの初めてかもしんない俺。ユーチャーソワード2。ヘイ。ヘイヘイ。実際50人差ぐらいか。60人差で iTunes と競ってたのかな、たまたまだよ。メイチュンじゃない、iTunes ね。あのドレスさんがいいやほーい送った人、哲さんありがとうございます。頑張ります。10ヶ月連続ふわち始めてからは前期リスマンいただいてます。ありがとうございます。でもね今回はたまたまだね、本当に運が良かっただけ。そうね、ミュウツーっていう人が用があるらしい。ちょっとお茶取ってくんね。10ヶ月ふわっち来てから全部取ってるね。11月から取ってる。配信切る気満々だったんだけど、ミュウツーがなんか言いたいことあるって言ったからしょうがねえよな。ワードキュート、コピちゃんいらっしゃい。用がある。いや全然聞くよ。俺いつも言ってるな、トツ待ってるよって。ひたすら見てディスってる。ああそうなんだ。
わかんない、浮気したかどうか。それはわからん。かかってこないね。はい、バタフライテールワード2。いやほい、タツヒコ、いやほい、ホイホイ。みんなが、いやほい、タツヒコ、いやほい、ふわふわち、いやほい。売名できるから、うん、来ない、来ないんだったら寝るわ。じゃあ、あと5分待って、かかってこなかったら寝るわ。うん、ああ、ありがとうございます。特配信。はい、なんとか達成しました。うん、頑張ります。イヤホイはもう定着したからね。ワードツーで、いやほい、天文機、いやほい、匿名配送、いやほい。みんながみんなで、いやほい。今日のドレさんの枠どんな感じなんだろうね。ここでいやほいを連発したら最高に面白いんだけどね、開き直ってね。ここはみそぎだよね。どうやって攻めてくるかだよね。ドレさんがここで腕の見せ所だよね。減らってんのかね。どんな感じなんだろう。イヤホイ流行ってますね。イヤホイ流行ってるっていうか、もう空前の大ブレイクだよね。ドレさんが本物の王手になるかならないかの瀬戸際だからね、今。マジで、うん、めちゃめちゃ楽しみだよ。イヤホイ祭りだよ、イヤホイ祭り。暗黒 YouTube 暗黒審査落ちた。え、 YouTube に審査なんかないよ。 AJM さん、 YouTube に審査なんかないよ。収益審査、あー、そうなんだ。アドセンス落ちたんだ。なんでだろう。アドセンス落ちるって、いきなり落ちるって、そんなことありえないんだけどね。なんなんだろうね。ちょっとよくわかんねえな。こんばんは、佐々木さん。お疲れ様でーす。お気に入りは4番、5番、10番ですね。で、俺が一番好きなのは4番ですね。企画は煮詰めますよ、やります。白銀の世界さん、ありがとうございます。すげえサムネだな。すげえサムネだな。やりますよ、はい、新八丁も、ギャラなしでもやるから絶対盛り上げようぜって言ってくれて、ギャラはもちろん払うけど、あ、すげえ救われましたね。頑張ります。暗黒のです。あ、かかってきた。ちょっと待ってね。もしもし。あれ、なんすか。え、昨日じゃなくて、一昨日だっけ、電話してくれたの。一昨日ぐらいですね。うん、はい、うん、あの時ごめんね。俺外配信の時さ、あの LTE の Wi-Fi っていうのを使ってんのね。はい、はいはいはい。だから、あの3ギガしかさないからさ、外配信の時とつことお断りしてんだ俺。はいはいはい。うん、で家雑談の時にさ、あのとつは絶対受け付けるからっていうことで言ってた。言ってるんだよ、いつも普段。はいはいはい。そうそう、だからあの時のあのトツ何だったのかなと思って。いや、うん、要は、うん、あなたに対して不満があったから言ってるんですけど。あ、不満があってトツをかけてきてくれたの。うん、うん、あ、全然聞くよ。元をたどれば、
そのアリスを晒した件ですよね。うで、あなたは面白おかしく顔いじったとか言っとくけど、んう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 んあの子も女の子なんですよね。あなたも女ので、子。出口は、あなたが知っとったとは思うんだけど、アリスに恋愛感情があったと。霊か女？恋愛感情。あ、アリスが、アリスじゃなくて、レクチがアリスのこと好きってこと？で、俺、アリスともエクスともやっとしとって、なんとなく、分かってたんですけど、ほうほうほう。まあ、後から知った話でありますけど、アリスとエクスは恋愛感情があったと。で、あなたもあなたで、アリスとエクスは付き合えばいいっていうことを言ってますよね。うん、言ってるね。その中で、急に、何の前触れもなく、アリスを晒して、で、レクチは、アリスのことをかばうことなく、あなたに媚びを売りましたよね。かばう？でも、あなたもあなたで、レクチに対して、飼いならしとるという表現をしてますよね。2年の付き合いがあって。俺、飼いならしてだから、るなんて言ってないそけれをど。見て、ムカついて俺は叩いたんですけど。あ、そうなんだ。で？でじゃねえよ。え、どういうこと？いや、でじゃねえよ。いや、ムカついてるアんでリしスにょ？対してお前謝らんっつったやろ。謝らないよ。だからお前クズだと思うんだよ。なんで謝らんの？謝らないけど。は？いや、アリスとお前の過去に何があったとか知らねえけどさ、何もあなのいけど。行為自体はさ、軽蔑に値するけど。いや、軽蔑すればいいじゃん。軽蔑してるよ。だから叩いてんじゃん。いや、叩いていい何？よ、さ、何全の然。ために電話してきたの？お前のこと軽蔑するよ。なんで電話してきたの？お前。いや、だから、そこから始まってお前のこと叩いてんだけど、お前知らないとは言わねえんだ、お前。叩けばいいんじゃただ叩いとるじゃん。ない？いや、いいよ。なんだよ、じゃあ。いや、いや、いいんだ。何もないけど。いいんだろ？いいよ。いいんだろ？いいよ。だからその流れで、お前の娘が電話してきたんだけど、俺は。ほうほうほう。何？それ叩だけけ。ばいいんだろ？じゃあ叩くけど。全然いいよ。いいんだろ？何が言いたいの、お前。何もそういい、だいろ？や、何も言いたいことおない前けど。何言ってんだよ。じゃあ逆にお前何言ってんだよ。言いたいこと言っていいの？いいよ。いや、ほーい！いや、今一番ハマってんの、イヤホイなの。ああ、そうな。俺そう。に関係ある？ないね。ないだろ？アスペなの、お前。アスさペすだがよ。精神障害者って言われてるだけあるね。お前、精神障害者なの？そうだよ。ああ、そうなんだろうね。今ので分かった。精神障害者。ハゲ。ナマポ。元ナンバポね。元ナマポね。いや、関係ねえよ、お前。あ、そう。早く返すよ、96万。96万？どっから算出したの？ 96 万。何を返すの？そういうソースの画像があったから。で、おめえも配信でさ、100万って言ってんだろ。大体合ってんだろ。ソースの画像？YouTube にあるだろうが。お前のライブ履歴あるだろうが。100万お前返済請求来とったら言っとるやろで。ラブ履歴？ライブ履歴。まあ、いライブちいち履お前歴。上げそってんじゃねえぞ、アスペ。すいません。すいませんじゃねえ、アスペ。すいません。ハーゲ。すいませんじゃねえ。謝る、土下座しろよ、お前。誰に？俺に。なんで？すいませんと思うんやろ？すいませんと思ってんやろ？どうしろ、これ、ハゲ。どうもすいません。さすがスペやね。おちょくってんの、お前。アスペ。全何がモテ配信者？何がプロ配信然。者じゃ？俺みたいな仮想の人に詰められてんじゃねえか、今現在。そアう、スペ。すいません。すいませんじゃねえよ。何好き？お前、何を言いたいことすんだけ？すいません。言い方、言いたいことすんだけ？これ。アスペ。すいません。アスペで精す。神障害者。精神障害者です。すいません。精神障害者でリスナー詐欺ってお前何万稼いでんの？月なあ、80解万。放言っとったぞ、借金してまでステッカー買ってお前花火投げてくれ。おい、アスペ。そうですね。それがお前のやり方か。面白いやり方やんの、アスペ。なあ。すいません。おい、すいませんじゃねえんだよ。じゃあお前ボコボコにせられたってこといいの？雑魚。いいっしょ。1万人リアツするのやめてさ。なあ。お前言ったよな、4月ぐらいの時点で。すいません。ミュウツー君どこに住んでるの？富山なんだ。今度コラボ配信しようって言ったよな。ライブ歴見返してみ？お前。YouTube 言いに上まがっした。てんのか？すいません、本なあ、当。見てみ？お前、これ。俺も言われてる立場なんだよ。だからお前の LINE 知ってんだろうが。すいません。俺がネットの送信の話でさ、お前その話してきたやろうが。なあ、忘れさせたと言わんぞ、これ。言わせんぞ、これ。おい。なあ、あれ何だったんだよ。おい。おめえこの前もさ、高尾駅？からさ、新宿駅まで足痛足でこんなもんやるもんじゃねえとか何言ってんのお前。じゃあお前のさ、お前1万人リアツするためにさ、花火投げた人間どうなんだよ、このカス野郎。アースペ、詐欺師。なあ、お前の企画なんかさ、お前どうしようもねえだろうが。あんなもんさ、下準備してからさ、やるもんじゃねえのか。いきなりリアツ、間違えた、スカイプ突してさ、人募集しますが、バカじゃねえのお前。
計画性もね、アスペが。俺が年上なんだろう、お前。すいそうませやん。ろ、おはい、すいません。前。お前、俺が配信歴長いんだろ、アスペ。すいません。おい、それで考えつかんのか、ゴミ。ゴミっす。だからお前のこと嫌いなんです、詐欺師のアスペが。すおいい、ません。ハーゲ。はい、だからハお前ゲネッす。トで叩かれんだろうが。はい。カース。すいません。そうやろ。だからお前嫌われてんだろうが。おい、だから橋本君にも相手されてなくても叩かれてんだろうが。気をつけます。すいません。なあ、ちょっとも久々にさ、配信しました。ふわっちでほとんど配信したことない橋本君がさ、大和さん配信してさ、お前が閲覧あるし、お前叩かれてんだろうが、お前。すそいれま現せん。状考えるじゃん、タヌキに叩かれとるし、お前閲覧なんかほとんどアンチだしさ。頑考張える、分かってんだろ、これ、アースペイが。ります。はい。アスペス、すいません。うん、そうやな。で、何言いたいこともねえの？ナイス。俺のボロ勝ちでいいの？はい。ザコ。いいです。あ、いいです？あい、ザコ。お疲れ。終わり？反論のしようがないよ。強すぎる。強すぎる。強すぎたわ。久々に喧嘩つつやったけど。いやほーい。ボロ負け、いやほーい。あ、もう勝てん。勝てない。強すぎる。もう正論しか言わないの。乾杯だね。乾杯。強すぎる。勝てる要素が一つもなかった。 今決まってるの？新やつだけ。パフェ、あ、ごめん、ありがとう。負ける？パフェ、パフェ、いや、ほーい。高谷いらっしゃい、いや。かわいそうだと思わない？なんで？ボロ負けでしょ。カントリーマームでしょ、ここは。めちゃめちゃ強かったでしょ。最強でしょ、あいつ。アスベって連呼してたけど、かっこいい言葉に聞こえてきた。いや、もう強すぎるぞ。だって正論しか言わなかったんだもん。勝てないよ、あんなの。勝てる要素がみじんもないよ。あ、お疲れ様です。風船ありがとう。あいつ配信会で一番強いだろ、喧嘩つつ。乾杯だよね。最初はもうボロボロっす、僕。全然勝てです。いや、謝ったな。 すいません。めっちゃ謝ったよ、俺。すいません。カントリーマーム、うんま。だからさ、カントリーマームもそうだけどさ、なんかお菓子が全体的にさ、小さくなってるよね。カントリーマームがさ、昔30袋だった、今20袋になってて、こんな小さくなかったよね、カントリーマーム。こんな小さくなってんだよ、カントリーマーム。もっとでかくて30個入って300円だったよね。どう思う？どう思う？ふうさんいらっしゃい。どう思う？なんか不景気さを感じるよね。スマホの向こうでプルプル震えてる姿を想像させるぐらいすごかった。 ちょっと震えて撮っちゃうかな。 ようちゃんセンスありすぎコメント。 ともぴさん、どうもどうも。カントリーマーム小さくなったよね、絶対ね。しかもさ、昔さ、30袋、30個梱包されてでかくて安かったよね。今数減ってるし小さくなってるよね。お菓子はいかに少ない素材作るか。いや、だってさ、てつさ、せっかく嫁してきた人なんだから、もっと大事に相手にしなきゃって言うけどさ、言いたいことあんのかよ。ナイス。なんだろう、言いたいこと。いや、ナイス。あるんだろ、アスペコの野郎。いや、ナイス、すいません。ないんだよ。だって、見たことないんだもん、放送。
放送一回も見たことない人なんだよ。誰だかわかんないのよ。何にもないよ。何にもない。どうぞ、どうぞ、言いたいこと言ってください。僕、見たことないんで。はい。正直、知らん。正直知らん。で、俺が見ない限り別にノーダメージだから。存在は知ってる。存在は知ってます。人のマーク。ああ、累計ライドないね。ポイント。ワッチポイント多いぽ。わかんねえ。全然わかんない。もう発展しないんだったら俺、枠切って寝たいんですけど、寝ていい？寝ていいの？ 寝ていいのかな、これ。寝ていいのかな？これ発展すんのかな？風船プレゼントありがとう。最近和藤さんに絡んでるけど、都度何度かの悪口枠。これが1週間のポイント。どうなんだろう、わかんねえな。人のマーク、どこを見ればいいんだろう。人のマーク、マンスリーのこと？リスワンの人のマークは、IP でカウントした純粋なアカウント数。だから複数アカウントじゃなくて、6576人が見たってことね。1日の間に。シャドーボクシングやってないですね。で、ビデオマークがポイントだ。そうそう、ごめんごめん。間違えた。俺もあんまり把握してなかった。すまん。すまんすまん、おいぽ。リスワンの方の人のマークは、今日6576人見たよってこと。純粋な IP 数。アカウント数。カントリーマン、プレーンとが好きだね。プレーンが好き。トラオさんね、新やっちょと俺、確定は。バカありがとね、トモミさん。もう終わっていいんすか、これ。もう発展しない感じ？トツはもうかかってこない感じ？いいの？終わりで。寝ていいか聞こうか。寝ていいか聞くわ。寝ていいか聞こう。そうだね。あんまりね、あんまりあれだと、あれだから、ちょっと聞いてみようか。聞いてみよう。何よお前、はい、すいません。何よお前、はい。何？いや、もうあれっすか、発展しない感じっすか。な、おちょくってんのお前、もうコメント見とるけど。寝てもいいんすか。は？寝てもいいっすか。寝てもいいですかって、お前からとつかけてきたんだろ。はい。寝てもいいっすか、いや、寝僕。てもいいですか、知るかよ。寝れば勝手に。いいっす一か。生眠れよ、お前。永眠しろ。いいんすか、寝て。なんか、これああ、か勝ら手になん寝れば。か、ポンプとか、ハトとか、なんかこう、ディスとか、なんかいろいろあっいや、て、知らねえよ、なもん。第2何弾ビとビっか。てんの、お前。何あ、ビすいビっまてせんん。の。ビビってます、すいません。知らねえよ。すいません、あ、はい。BGM なってる。はい。知らねえよ。はい。何ポンプとかあと何ビビってんの。すいません。いや、だから、ポンプとか、ハトとかが飛び交ったりとか、なんかこう、いや、知らねえよ、なもん。え？知らねえよ。いや、配信でよくあるじゃないですか。なんかこう、よくあるじゃないですか、じゃなくて、なんまかずなんでおこ前敬語なの。う、そんな、もう本当に負けたんで、僕。負けたね。そうっすね、お前雑魚だね、アスペ。そう思うわ、俺も。で、眠いんすよ、僕。寝れば勝手に。いいんすか？お前が寝たと、お前が寝あ、るとか関係ねえんおだやすぞ。みなさい。勝手に寝ればいいじゃん。すいません。寝ればいいやんけ。じゃあもう、この話は広がらない感じの、いや、知もるからな、もう、盛り上がらないう。お前感にじ。関係、お前がさ、お前寝るとか寝らないとかさ、お前の心配とか知らねえんだけど。広がるとか広がるやろ、お前。僕のこと興味ないですか？興味ないということ？
僕には全然興味がないんだですからか？さっきも言った通り、レクチとアリスの件についてお前にムカついし、お前に対してアンチ発信はするよって、これからも。ディスはするよって。そうじゃなくて、僕が寝るか寝ないかとか、こう、いろんな、関まあ、係も勝手に寝ればいいやんけ。僕、興味ない感じですか、じゃあ。何、お前が寝たらどうなんの？教えてよ。お前が寝たらどうないや、んだの？から僕、お興前の、お味、前が寝る寝ないのとか、お前の個人的なことなんか知らねえんだけど。ミュウツー様に、こう、ね、うん。興味は持たれてないのかどうか知りたいんですよ、僕は。関心があんまりないですか。お前のことを叩きたいっていう意味合いでは興味あるかもしんないね、それは。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、僕が寝ようが、花火もらおうが、彼女とイチャイチャしようが、楽しそうに生活をしているとか、そういうのはあんまりって感じですか。どういうこと？なんかはい？こどういうこと？お前の個人的な話してんの？う、そうです、そうです。いや別にどうでもいいけど。お前がブスとイチャイチャしようからどうでもいいんだけど。マジですか。すいません、わかりました。なんか残念っす。何が？いや、なんかもっとミュウツーさんにこう興味あるわみたいな、もう目離せねえわこいつみたいな、いいか、それド M 発言は。なん気か持ち悪いんだけど。もう注目、ド M。もうこいつの話題持ちきりだわみたいな、ないっすか。持ちきりだわって、ごめん、昨日の閲覧平均200人だったけすごいっすね、200っすか、ど。マジっだすから、か、俺みたいな仮想の人叩かれてお前ド M なんかって聞いてんだけど。ド M なの、お前。すげえ、200人っすか、やばくないっドす M か、なのかって聞いてんだよ、お前。200人ってやばくないっすか。ド M なのかって聞いてんだけど。いや、ド M ですけど。ド M なの？はい。気持ち悪し、死ねば、ハゲ。ああ、そうっすよね。気持ち悪い。僕もアそうス思いペまのす。詐欺師のハゲ死ねばド M で、しかも。はい、すいません、ほんと。死ねば？はい、すいません。すいません。なんかもっと頑張ります。生きれよって、頑張れよって言われるように、もっと。ワード頑張れよっ死て。ねばいいと思うよ。今すぐ死んで。い自殺や、して。もう本当、ミュウツーさんキモいに、から。ミュウキモいツーからさ死んんで。に頑張れよって言われるのがもう本当目標っす、僕の。一生言わんと思う。一生言わんと思うから、お前マのジっ目す標か。ないから、目標達成しないから死ね、今すぐ。ああ、お前マのジっ生きするか。目標ないから死ねよ、今すぐ。どうやったら目標達成できるんですか。だから、ないっつってんだろ？お前の目標は、はい。俺に頑張れと言われることが目標なんだろ？そうそでれす。は現実、実現しないか現ら、実。はい、現実。実現しないから死ねっつってんの。現お前の生実。きる目標もないから死ねっつってんの。わかる？現実。現実。何？現実ですか。だから、はい。何お前、おちょくってんのか、お前。いや、おちょハくってゲ。ないです。おちょくってないです。本当に。だから、お前の目標は達成しませんので、はい、現お前の生実。きる目標は達成しませんので、死んでくださいって言ってんの。俺がお前に頑張れっていうことなんか二度とないから、一生ないから、お前の生きる目標は達成しないから死ねっつって、生きる価値ないから死ねっつって、死ねえ、早く。また。今すぐ死ね。今すぐお前新宿で死ね、早く。本気っすか？死ね。本気っすか？本気死ねえ、早く死ねどれくえ。らい本死ん気で。なんですか？ガチ。100%。死ね、早く。現実ですか？は？先ほど現実って言ってたんで。だから、おちょくってんの、お前。人が噛んだこと。全然おうるちょせくっんてだよ、ないでハすゲ。よ。早く死ねえよ。全然おちょくってないです。うるせえ、死ねえ、ハゲ。いや、死ねっ全て、然全自然、殺しろもうよ。本当に。自殺してくだいや、さい。お願いします。もう、ヘタレなんで。下手れなんだ。はい。知ってる、知ってる。それは、吸いってろいろる？調べて知ってる。現知って実？る、知ってる。吸ってる？知ってる。お前が下手なの知ってる。現ね、実？エンジェルさんに現そつ実らでれ吸ってて、る？ね、美代子さんの前現で、実吸ってる？下手れとか知ってる。だから、お前が吸って下手なのる？知ってるよ。知ってる、吸っ知ってる。る？吸ってる？で、吸自って分の彼女に自殺未遂配信させて、る？吸笑ってる？あざ笑っとる。自わかる、殺わ未かる。で、遂？自殺未遂する女自殺を未嘲遂笑っの吸ってて、る？あざ笑って、お吸って前、る？吸ってる？ね、あざ笑って、現あざ実？笑って配吸っ信てを知っる？てる。現お前が実？下手れてゴミ直ゲッしてツる。ル？人のことを利用するだけ利用自し殺する？て、人のことをあざ笑って、人のことを利用して、それ配信者ってことは分かってる。お前の人間性は分かってる。分かってるけど、とりあえず死ねえよ、早く。死ぬことはできないっす。申し訳ないっできす。ない？死ぬじこゃあとは消えろ、早く。無理っす。無理するってどういうこと？消える。何？どういうこと？消える。ねえ、墓参りもせん、ゴミ。ねえ。墓参りはしないっすおね。前無宗教なんだって？墓参りもしねん、ゴミ。詳ねしい、ゴえ、ミ。結婚式に呼ばれないゴミ。いや、呼ばねれてはいるえ、早んでくすけ消えど、ろ、ゴミ。じゃあね、自お疲殺れ、は、バイバイ。バイバイ。現実、吸ってる。自殺。切られちゃったよ。また負けたよ。
勝てる要素が一つもないな。おい、俺と遊んでくれ。やべえな。どうやったら勝てっかな。なんか勝ちてえな。2連敗だよ。2連敗。いや、勝ちたい。なんか欲が出てきた。俺はあいつに勝ちたい。最強でしょ。強すぎるでしょ。ダメ？かけちゃ。俺、挑みたいっていうのあるけどな。勝ちてー。こんばんは。3番はワド。死なないで。勝つか。ちょっとじゃあ、もう一回挑んでもいいですか、リスナーさん。もう一回挑んでもいいですか。もう最後。これで負けたら、俺はもう認める。ちょっと、やっぱり頑張るわ。配信者で。ちょっと頑張るわ。もう一回行くわ。勝ちたい。いや、もう相手にされてねえな。相手にされたいのかな。何？や、ちょっと2連敗しちゃったんですよ、僕今。知ってる。いや、もう、ちょっと、おこがましいんですけど、やっぱり、はい。僕も配信者じゃないですか。はい？僕も配信者なんですよ。一応。ミュウツーさんだにかは。ら？だから、よく、YouTube とか、BGM。YouTube とか見てると、なんか、みんはい。なかっこよく喧嘩凸とか勝ってるじゃないですか。いや別に YouTube に俺の気がつさ合っとるかとか知らんけど。いや、いろんな喧嘩凸上がってて、勝ってるとかっこいいじゃないですか。なんか、キッズとか、うわーみたいになるじゃないですか。ミュウツーさんかっけーみたいな。僕もやっぱ、なんか、勝ちたいっす。ミュウツーさんに喧嘩凸。いや無理でしょ。勝てないですか？ちょっと喧嘩、挑んでください。3回目の正直で。は？いや、もう一回ちょっと喧嘩っぽい感じにしてもらってもいいですか？何喧嘩っぽい感じで。なんかこう、おいみたいな、アスペーみたいな。なんか、アスペって？いや、アスペーみたいな言ってるじゃないですか。アスペーみたいな。スンズクーあみなたいたな。アスペルガー症候群じゃないの？アスペルです。アスペです。アスペです。でしょ？はい、そうです。だから別にアスペってどういうこと？何を言ってんの？喧嘩凸に勝ちたいんですね。ミュウツーさん。勝ちたいの？はい、そうです。じゃあ喧嘩とまってすれば？いや、じゃあミュウツーさんに勝ちたいんです。2連敗しちゃったんで。で、僕、それ、最初に言いましたよね。どういうこと？いや、どういうことっていうか、もう一回言いますね。ミュウツーさんに2連敗をしたんですよ、僕。喧嘩凸みたいな。はい。で、勝ちたいんで、3回目やってもいいですかって何回も聞いてるんですけど。いや、だるいっすね、もやってくんないですか？喧嘩凸。う。だるいっすね。なんでですか？やってくださいいや、よ。もう2連勝したんで、に、だるいっに、すに、ね。に、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 2連勝っすか？なんすか？2連勝したんで、2連勝？だるいっすね。なんすか？なんすか？なんすか？はい？だるいっすね。だるいっすか？いや、もっとなんかこう、わーって、もっとこう、カッとこう、なんかこう、神回みたいな、いいじゃないですか。こう、カッとこう、なんかこう、許せねえよみたいな、なんかあるじゃないですか。おいいや、よみたい僕な。相手にしてないんで。おい、相手にしてない。マジっすか？相手にされてないんですか、僕。まあ、うるさかったんで、しゃあなし出たんですよ。マジっすか？じゃあもう今後絡めない感じなんすか？
別に絡むわけないですよ。なんかテルチャンピオンのフットサル大会で争う可能性あるかもしれないですけど、はあはあ。あくまで大人対応するつもりであって、音の対応？少なからず、なんですか？音の対応？必要以上に絡む気はないですね。はあ。慣れ合ってこないでくださいね。慣れ邪合う？魔なんいや、で。違う違う、喧嘩突をしに来てるんですよ、僕。は？だから今、話の話聞いてます？話せます？あなたが喧嘩としに来たかどうかし、置いといて、今話の流れ、そういう話の流れ、俺がしてるんですけど、話の流れ？話の中で作ってるんですけど、話がスルってるってなんですか？だから、あなたが俺となんかなん喧か。嘩としたいって言うけど、俺相手にしてないって言ってんだよ。その中で、事実の話をするけど、俺もフットサル大会、参加するかもしれないんだけど、その時にあなたが出るとしても、なる相ほど。手にしないんで、慣れてこないでくださいねってこと言ってんだ慣れよ。おきわないっからす。ない？慣れおき全然ないっすよ。喧嘩しましょう。喧嘩突ですよ。喧嘩突。勝ちたい！勝ちたいなぁ！ミュウセルツーがミさュウんセル、にお疲勝ちれ。たい！勝てないおの疲か？れ、アキト。切っとちりあえゃうんず、ですか？切らないでください。お願いします。お願いします。お願いします。チャンスください。チャンスください。お前喋んな。はい、お前は1チャンス万を。人、1万人リアトとしてチャかンら、スが欲しい。そういうのっすよ。そう。1万人リアトツ、1どう万し人リアた？トみしたいてなから、ね。お前に断る。旅とか、ハゲとかね、よりめとか、アスベとか、ハゲとかね、詐欺師とかね、そういうのをガッと来てくださいよ。もういいっすね。ガッと、こ何回も言うう。よ。600万何と回もガッ言うけとど、こう。いいっすね。いいっす何回ね。も言うけど、1万人リキッアトとして1万人クー！出ます。いいね。グイグイ。もっとください、もっとください。盛り上がってくんで。もうリスナーとかもバンバンやれやれみたいな。ガッとね。よかったっすよ、今の。よかったっす。あれ？あれ、また負けた、俺。マジかよ。3連敗はないわ。また負けたわ。また負けたわ。勝てねえ。強すぎる。勝てねえよ。勝てない。なんか隙がないっていう。隙がない。弱いな、俺。弱いな、ハーツさん。また負けたよ。だってどっちが勝ったと思う？俺負けでしょ？俺負けでしょ？完全に。リスナーから見て。3連敗だよ。3連敗だよ。まだいけるかな。そうだね。諦めたらそこで試合終了ですよ。よし、行こう。俺諦めない。行こう。行くぜ。勝ちたい。諦めたらそこで終わりだ。まあ。マジか。嘘でしょ？ 嘘でしょ？負けた？俺また。マジ？負けたの俺。負け？いやー、なんか自信なくなるわ、俺。4年もやってて、
何 ?3 連敗?嘘だろ?俺もうダメだわ、みんな。もうダメだ、俺。才能ねえわ。戦わずして負けたわ。もう才能ねえわ。いや、死んだ方がいいんだよ、俺なんて。ハゲで、寄り目で、デブで。前科者で、中卒で。どうすればいいかな。もう諦めた方がいいんだよな。もうやめようか。もうやめる。諦め、ありがとう、エテモンキー。エテモンキーありがとう。死なないで。コクリンありがとう。マジか。ド M だしな、ヘイポ。俺もうダメかもしんない。最後のチャンスいただいてもいいですか、リスナーさん。でも勝ちたい。俺はミュウツーに勝ちたい。いいっすか?トライしてもいいっすか?頑張ってもいいっすか?ありがとう、猫屋さん。最後のチャンス。これが最後にします。最後です。頑張ります。みんなありがとう。死なない。死なない。寸ずくで死なない。いきます。一回は勝ちたい。全力でいく。何なの？マズラ。ウマヅラだよ。だから、お前いくつ?28になりますけど、働いてんの?今、バイト決まりましたけど、バイト決まって働いてなかったの?お前。ゴミ5だ月まな。で働いてましたけど、ゴミだな、お前。何、バイト時給ないんくで？らなの?いや、言う必要ないけど、うん。生ポか何言ってんの？俺生ポじゃないよ、もちょっと前生ポだったでしょ？う。去 1 年ま月でぐらい生ポまだっでたね。よ。うん。2お前人でなんで手配取んない信よ。やってんの?お前配選信手何権年返やっせてないんもの?のねいえ。え。お前何年2配年。信やってんの2年。?2 選年。手権返してからもの言えよ、お前。え、どこでやってたの?は？どこでやってたの?ツイキャスほぼ。ツイキャスでどれくらい閲覧あんの ?2 年やってて。いねえよ、全然。いないんだ。その全然閲覧いねえ、お前にバカにされとる、お前な。いやいや、ああ、全然俺閲みたいな覧いパスな抜いのきにババカカさにれとされるておる前な。俺なじゃなくて、お前が勝手何、にバカにしてるだけなんだけ戻っど。て、言えよ。え?何？だから、お前さ、2年やってて、才能ねえよ。お前いくら稼げてんの?ふわっ才ち能で。ないね。才能ない俺にバカにされとるお前な。いや、だから聞バかカ。ねえっつってんの。それに気何づがいて聞ないかねえの?おんだ前よ。なんだよ。才能ないお前に何言われ何？ても聞かねえっつってんの、さっきから。才能ない俺にバカにされとるお前な。だ生。から、放送才生。能ないお前に何言われても聞かねえっつってんの、バカ。いや、聞かねえとか知らねえんだよ。だ才能なから、いおお前に前何言わ才れて能んの？ねえから、おな。前さ、全部ブー才メ能ランないだから。俺に言われてる全お部前ブーにメ対ランしなての。言うな。な。お前何ゴのミ。ために配信やってんの?な。何のため？趣味から派にゃ生んしてのるね。ためじゃな趣く味てから派何生しのてるたね。め?おい。え?何のためって何？趣何味かのらた発めに展してる配よ。信をやってんの?って聞いてんの。趣味から発展して、全な、部何無言ってん名かわかんがねえんだよ。趣遊び味してからっるて俺に何だ応よ。援されてるお前のせい何やのろ。ために配生信放やっ送てんのっ詐欺つって師。んのよ。何は？のために配信やってんの?お前。な、目的は何何なのたの?めって趣味から発展してるよ。で、その姿勢は何なの?どんな姿勢なの?姿勢って何？何お前そと一の、緒にすんなよ。どういう誰もがお姿勢前で。と一緒にすんなよ、これ。違う。お前の姿勢を聞いてんのよ。お前の姿勢姿勢。何？姿勢ってそのだ配姿勢信とにいう挑むと、態俺度もとかじゃ発ない展の。されたけ配信ど、に挑む態度今とのかじゃなく配て、信おで、前の座り方の角度の話ね。何？姿勢。え？お前の何？座り方の角度の話をしてんの。配信に話対ずするらすなよ、お姿勢と前、かこね。れ。違う違う、話ずらずしてらない、すずならよ、しこてない。れ。全然ずらしてない。お前、どんな角話度ずらで、すなよ、どもんなと座もとりさ、方してんの?っつってんの。お前、配信何年やってるとかの以前にさ、お前がさ、俺みたいな無名配信で戦いとる事実があるだろう。そっから話ずらすなよ、これ。無名話ず配らす信んだっ者てに、さ、いやそっだくりから、だ。無俺名の配配信信で者話にずらす叩かなよ、れこてれ。る話事実ずらすは、な。俺認識してるんだよ。
お前で、認識じゃねえよ。お前聞いとけよ、お前人の話いを。や、聞いてるから答えられてんだろ。お前と一緒にすんなよ。お前、いやいや、俺だのからお質前問話そ全らす然とこ、してんだろ。こんな話そとこらでしてない。そらしてない。全話然そらしてない。論点ずらすな。話、論点全然論ずれ点ずてらすなよ、こら、おない。全然ずい。おい、れてない。その無名の俺叩かれとるお前がおるやろ。いや、だから、話そら無すな、おい。名から叩かれてるのは知ってるよ。人間が雑魚、おい。人間いや、が雑雑魚は魚、お前だろ。いや、雑魚はお前だろ。いや、無名に叩おい、かれだかてら無るのは名の知っ俺叩かてれんとだるお前がおるやろ。いや、だから叩かそれれてさ、るけど、人間全然の聞力かないなんだんだけよ。どって言ってんの。全然聞かな逃いんげだけんど。なよ。逃げてねえわ。逃げんなよ。逃げてんの、お前だわ。なんでさっきお電話前。出いや、なかったの？お前ねだろ。お前え。からかかってきたやろ。なんで突然出なかったの？どうしたの？お前からかけてきは？たんじゃん。はぁじゃなくて。いや、なになに？ね、お前なんで何？突然出なかったの？さっき。なんでそっと、しつそこっいと来から、た？しつこいから出なおかったの。前、お前しつこいからって、俺要件あるんだよ。お前だか気ら持ちまた悪いんだ話よ。ずらしたね。はい。また話どずらこしたがよ。そらしたんだねよ。だからどこをそらしたのか言え。ねえ。えよ。どこもそらしてねえわ。おめえがそれてんだそよ。らしとるやろうが。どそこがらそしれとてるんやの？ろう、お前。どこがそれてんの？なあ。どこがそれてんの？俺みたいな無名配信者にお前叩かれてる事実があるんだけどってこと言ってんだけだから知ってるど。けどっ話つってんそらしの。てんおやろう前が。が無名でお前が叩いてることは知ってるよっつってんじゃん。知ってる。だから？だからじゃなくそれについて、てお話前してが言いんだ始ろめたんだよ。話そらすなんて。そらしてないでしょっつってんの。言ってることは？分かってる？はぁじゃなくてバカなの。おお前前ながら。言ってんの。で、俺はお前が言ってることは事実として認識してるよ。お前みたいな無名に叩認識しかてれるてるね。よ。じゃあ、それに分ついかてってどうるよっ思うかつっっててん答えの。てんだけど。言ってえ？んだけど。何？それについてどう思いますかって言ってどうんだけど。も思わないってさっき答えたよね。まだ分かどんうねえもの、思わバなカい。なの。うん。どうも思わねえ聞かからない。好きにやっていいよっつったじゃん。うん。聞かないの、生ポ。生ポのアスペ。聞かないの？聞かないよ。聞かないの、生ポ。おい。聞かないよ。元生ポ。元、お前え、訂正してくれたんだ、ありがとう。元詐欺師、おい。元詐欺師、元俺生がポっ言てってんだ何？俺が言ったことよ。に真に受けちゃったの。もともと言っとるやろ、お前。もともとはそこやろ、お前。お前が元生ポいいよ、いいよ、詐欺師でいいさ、ね、いいね。分かるから来た！お前。来たね。店の女の人たぶち切り、お前、来笑っとるやつ。いいよ、いいよ、いいよ、乗ってきたよ。どうぞ。クッと来い。いいよ。いいよ。今の良かったよ。喧嘩突っぽかった。今のは閲覧カーン上がるよ。閲覧カーン上がる。ファン増えたんじゃないの？なあ。ねえ、フォロワー増えたんじゃないの？自殺未遂の女にさ、お前。え、お前さ、アリスのことディスしたっていうさ、大義名分で怒ってるのにさ、人の女ディスるのってどうかと思うよ。お前さ、今回の突のそもそものきっかけって、ね、女の子をディスるのは良くないよっていうことでお前、俺に意見してきたのよ。で、人の女をディスるのは良くないんじゃないの？いや、俺はディスってるのよ。俺はディスってるけど、お前が指摘したことは、ワド、お前、アリスっていう女配信者ディスるって最低だなって言って、お前ブーメランじゃないの？最低だね。最低だと思うよ。あ、じゃあ何？俺も最低だけど、お前も最低っていう話なの。俺は別にアリスのことディスったのを認めてるし、謝る気ねえよって。それは俺は俺なりの理由があるんだよ。だけど、それを言い出したお前がさ、知らねえよ。知らないの？お前が言い出したことだよ、全部。なんで知らないの？なんでわかんないの？え、何？じゃあ、お前はアリスはディスるのはダメだけど、誰かの彼女はディスるのはオッケーってことなの？ねえ、全然意味わかんないんだけど。ハゲだよ。詐欺師だよ。そうやろうが。うん。で、せやろうがっていうことね。旅館抜けると言った瞬間に、それ話は違うとかで謝りませんとか、バカじゃねえの？いや、バカじゃないでしょ、普通に。だって、旅団抜けるわけだから、レクシー切り立てる必要が全然ないわけだよ。わかる？え？って何？聞いてないの？わかんない？何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 が？旅団が抜ける件のことについて話せばいいの？レクチが。で、なんでそれで手のひら。レクチが抜けるって言った瞬間に謝らんって言った理由は？理由は、レクチの顔を立てるために俺はアリスに謝るって言ったの。で、レクチが旅団抜けるってことはアリス、待って、話してるんだけど。立てる必要は、お前レクチのことお前飼い犬だと言ってたよな。違う、まだ話終わってないんだけど。てて、お前さ、人にさ、散々さ、話をそらすなって言ってさ、自分の都合の子悪くなると話をそらすって、お前どういうことなの、さっきから。めちゃくちゃなんだけど。え、お前がそのまま言ったことじゃないよ。違う、まだ答えを言ってないから結論出てないよね。送検についてはどうなのよ。いや、言ってるんだよ、さっきから。だから、レクチが旅団抜けるっていうのは、義理を立てるために、ね、アリスに謝るよって言ったよね。で、アリスは、レクチはアリスを取ったわけじゃん。旅団抜けるっつって、アリスに誠意見せるっつって。取ったら関係ないじゃん。誠意見せる必要ないじゃん。お前がした行動って何なの？え、何？お前がした行動って。自分のリスナーを晒し上げていけない理由もなく、それについて謝罪の気持ちないわけ。理由もなくじゃないよ。俺は理由があってやってるから。理由があって何？お前の過去の話だろ？お前の過去の話。過去の話って何？どこまで遡るの？うん、どこまで何過去の話を始めるの？遡っとるお前だよね。お前だわ。遡っとるお前だよね。いや、お前だろ。
もっと言うなら、お前がずっと俺の過去を探って、お前ずっと俺の過去の話しかしてないよ。お前さ、ずっと俺の過去の話してるよね。俺、お前の過去の話なんかしてねえぞ。遡ってるでしょ。お前、詐欺とかなんだとかさ、ずっと遡ってるでしょ。大体さ、レクチャーが抜けるとかさ、アリスがどうのこうのって、それ過去の話なんだけど、過去にとらわれすぎじゃないの。過去の話って何？お前が過去の話をしてんじゃん。お前だよね。何を言ってんの？俺がいつ？オッケーオッケー。わかった。ちょっと待って待って待って。待って待って。オッケーオッケー。ミュウツー、ストップストップストップ。ミュウツー、ストップストップ。落ち着け、落ち着け。落ち着けって。わかったわかった。落ち着け。落ち着け、落ち着け。落ち着けって。大丈夫かよ。オッケー、オッケー。わかった。遡ってるのはお前やろうがって言ったじゃん、レクシー。あ、レクシーじゃない。レクシーじゃない。間違えちゃったよ。俺はさ、うん、いいよいいよ。知らねえよ。知らないと遡ったお前だろうが。え、何？遡った結果、こういうことがあったから謝る気ありませんって言ってるお前だろうが。遡ったって、俺が遡ったってことを言いたいの？俺が遡ったってことを言いたいの？お前が遡ってるやろうが。だからどの件？わからねえの、お前。わからないね。わからない。うん、どこ？さすが。どこが遡ったの？さすがですね。さすがアスペ、さすが障害者ですね。ちょっと待って、どこが？遡ったお前だよな。だからどこがって聞いてんの？どこがじゃねえよ。どこ、いや、だってさ、お前が反論してるわけだからさ、ちょっと待って、ちょっと待って。お前は謝らない。お前が遡ってんだろうって言ったんだから、どこが遡ったのか教えてよ。遡るお前だったよな、バーン。いや、だからどこがよ。どこがじゃねえ、わからないの、前の理由で。わかんないっす。今までわからないの？わかんないっす。ね、俺、わからない点なんだよ。俺は知らない点なんだよね。アリスと過去に何があったかって。そこに遡った結果、謝りませんって言ったのお前だよね。お前が質問したんじゃないの、その件は。お前が過去に遡ってん、お前答えるよこれ、おい、遡っとるやろ、お前遡ったのお前やろ、遡ったのお前でしょ、いや遡ったの君が遡った話を、お前だろ、お前だろね、え、お前だよね、どういうこと、お前だよね、ね、レクチアリスの件についてムカつきました、そこがあの原点だよね、そこから遡ってこういうことがあったんで謝りません、うん、遡ったのお前だよね。なあ、お前だって。坂本って、ちょっと待って待って。お前がさ、さようならザコ。勝ちたい！行かないで、ザコ。行かないで、待って待って、俺も話したいから待って。知らねえ、頼む、待って、勝ちたい！負けるのか、俺は負けるのか。負けちゃうの？切らないでお願い、また負ける。また負けちゃうよ、切った？切った？マジかよ、また負けたよ。また負けたよ。アイテムタイムです。また負けたわ。勝てないのかな。つらい、つらすぎる。なんでだろう。4連敗のワドです。悔しい。喧嘩が強すぎる。辛い。なぜ勝てないんだ。いやもう辛い。あー悔しい悔しい悔しい。どうしよう。あーミュウツーに勝ちたいよ。悔しい。勝ちたい。涙が止まる。勝ちたい。花火ありがとう。あんな新人に負けるなんて、目から涙が止まんねえよ。みんなどうしよう。また負けたぜこの野郎。最低だよ俺は。もう才能ねえんだよ配信者としてよ。あみんなありがとう。俺頑張る。いつかミュウツーに勝てるように頑張るよ。みんな今まで応援してくれててありがとう。みんな大好きだよ。みんな、いつか絶対に花火ありがとう。みんな、俺、絶対いつかあいつに勝つからさ。みんな、いや、ほーい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。